では、吉川さんの新刊の、トークライブということで、今日はお二人の方に参加していただきますと。で、私、司会進行の北野と申します。よろしくお願いします。お願いします。では、お二人にですね、自己紹介と、どこから参加されているのかと、吉川さんとのつながりについてちょっと最初に、お話しいただけたらなと思いますので、まずは、どちらから、土田さんからお願いします。はい、どうも、はじめまして。土田脇人と言います。吉川さんにはですね、多分20年以上前だと思いますけれども、前職の会社でインターネットが、世の中に出てきた頃に、そのあたりの事業におりまして、いろいろ教えていただいたというのがもともとのきっかけでございました。で、その後ですね、その時は、吉川さんが、もう何十年も前に、インターネットの到来を予言されてたっていう本を読んで、非常にショッキングで、いろいろ勉強さ、それからさせていただいているところです。今はですね、私今年58歳なんですが、前職長く勤めたところも辞めまして、ふらふらとしている状況です。これまでですね、やっぱり生きてきて振り返ったときに、やっぱり、世の中を、少しでも自分のできる範囲で良くしたいっていう思いが非常にやっぱり強くて、例えば前職の時に、今、スーモナビカウンターっていう、サービスがあるんですけども、それを立ち上げたりですね、あと今、この後ろの背景に、木媒チップがありますけれども、実家のある福井県でですね、もりもりバイオマスというバイオマスの熱事業を始めたり、最近ではインドとの間で何かビジネスやりたいなということで、会社作ってインド行ったりしてるんですが、ここ数年ですね、先ほど言いました世の中を良くしたいという思いから、だんだんこう、世の中って厳しいなと、僕ぐらいではどうにもならんのじゃないかなっていうような思いになってきて、ちょっとこう、世の中に関わらないようにしてた時期が 数年あるんですけれども、直近になって、生成 AI なんかの話が出てきてると、今世の中についていくので精一杯、世の中どうなってるんだろうなという、そんな、ことを今考えてるところです。で、今なんですけども、ちょっと少し短めにしますけども、還暦を前にですね、世界平和のために、やっぱり何かしたいなというふうに、すべきだなというふうに思い始めてまして、ラブ&ピースですね、世界平和、インドで私塾をやりたいなと最近思ってます。プロデュースをしたいなというふうに思ってます。はい、自己紹介、長くなりました。よろしくお願いします。はい。土田さん、ありがとうございます。では、お二人目で梅垣さん、お願いします。はい。はじめまして、梅垣と申します。沖縄県在住で、通販のマーケティング系の仕事をしてます。で、今は、久米染酒造という青森メーカーの、オンラインショップの、運営の方をやってます。で、吉川さんとはですね、僕の通販の師匠に岡崎太郎さんという方がいらっしゃるんですけど、岡崎さんの師匠が吉川さんで、だから、師匠の師匠ということで、吉川さん僕にとっての大師匠に当たります。何年ぐらい前でしたかね。結構前になると思うんですけど、福岡で吉川さんが講演をされた時に、翌日食事に岡崎さんに誘ってもらいまして、フグを食べに行ったんですけども、その時に、ロックは男の子で、ポップスは女の子なんだっていう話を、さらっとされた時に、衝撃を受けまして、なんてこの人はその、言葉で切り取るのが上手な人なんだろうっていう、
のを思いまして、まあ、ちょうどその時、森を見る力っていう本が出た時の講演だったので、まあ、何度か読み返したりとか、いろいろ、それから、吉川さんの追っかけをするようになりまして、弟子リストとかにも登録したりとか、いろいろやって、ます。で、今回のそのメディアが何をしたかっていう、新しい本に関しても、まあ、読んで、すごいなって思ったのが、こう、僕たちが気づいてない構造をこう、切り取って、目の前にこう差し出してくれるっていうのが、吉川さんのすごいところだなと思ってまして、まあ、今日はそういうところについて話していけたらなと思ってます。はい、以上です。はい。ありがとうございます。すみません。昨日村さん、ちょっと、連絡が、行き違いがあったようで申し訳ないです。すみません。入る場所を探してるうちに遅くなりましたっていう。あ、いい。はい、今、最初の自己紹介をしてまして、まあ、3人目でお願いしたいんですけども、まあ、お名前と、まあ、どこから接続されてるのかと、まあ、吉川さんとのちょっとしたつながりについて教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、はじめまして、木野村秀明と申します。北海道の帯広市から参ります。吉川さんは、後藤健一さんの絡みになるのか、まあ、熱中症学校とかいろいろ、社会人向けのリカレント教育の、まあ、団体っていうんですかね、それを熱中症学校というのをやってまして、私は十勝の帯広の熱中症学校の代表をやってます。全国で今20カ所ぐらいあります。で、まあ、僕の ボスというか、非常にお世話になっている先輩に後藤健一というのがいまして、まあ、その後藤さんと吉川さん古い、つながりかと思います。一応本業は弁護士で、まあ、ほぼ弁護士の仕事はやってるんですけど、まあ、趣味というか、という感じで、地域を起こしでもないな、まあ、ワクワクすることやりたいことをみんなでやろうぜって、十勝を、帯広を、世界に、アピールしようとか、そういった感じで、いろいろやってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、もう早速、吉川さんの新刊の感想をそれぞれちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、では、土田さん、お願いします。はい、ありがとうございます。吉川さんの、先ほど言いましたけれども、数十年前にインターネットを予言されてたっていうことで、私、5、6年前だったかと思うんですけども、吉川さんの講演を聞きに行ったときに、シンギュラリティの話をされていたんですね。で、僕、なんとなく聞いたことはある言葉だったんですけども、吉川さんが言ってるんだから、これ絶対来るなっていうことで、5、6年前にシンギュラリティ非常にこう頭の片隅に引っかかってですね、ディープラーニングってなんだろうっていうことで、まあ一応私こう見えても、理系だったもんですから、ちょっとディープラーニングをかじってみたんですね。っていうのが5、6年前だったんですけども、まあ今回の本でも、その AI が何をするのかしたのかっていうような章が後半に、ございましたけれども、今回のこの生成 AI、シンギュラリティが来るなぁ、吉川さんが言ってるんだから来るなぁというのが非常にちょっとこう重く、引っかかってまして、まあ、だから僕がどうできるものでもないんですけれども、その中でどう生きていくのか、っていうところが、私の今非常に気になっているところでございます。ありがとうございます。では、梅垣さん、お願いします。はい。近代が終わると。で、その個人と個人が直接つながる時代が始まるっていう
まあ、一つのテーマがあるかと思うんですけど、本当に、その、この、本当、まあ、最近で言ったら本当、チャット GPT とかもそうなんですけども、なんとなくこう、なんかムズムズ自分の中でしてたものが、この、ピツカさんの本を読んで、あ、そういうことだったのかと、その、組織が崩壊してっていうのは意味はそういうことで、その、結局、個人と個人がつながる仕組みとして、そのインターネットが、出てきて、で、まあ僕も、まあ95年ぐらいから、出てきた当時からずっと触ってるんですけども、あの時のその新しいもの好きだけが集まったところから、まあ、本当に人々の生活の中に入り込んできて、まあ、例えば、家族で飯食ってる時も全員がスマホの画面見てるというような、そういう個人と個人がそのつながって、個人が興味を持つものを選ぶような時代になってっていうのを、こう、まざまざと見せつけられたというか。で、ね、その、まあ、シンギュラリティもそうですよね。必ず、こう、来るっていうのが、本当チャット GPT、な、GPT の登場で、僕もいろいろ触ってみて、これはすごいなと。本当に、1年前は思ってなかったことが、普通に今やろうと思えば、ね、例えば、データ渡して資料作ってって言ったら、何も指示してなくても、見やすいグラフを作ったりとか、そこまで来てるっていう状況で、今までこれを仕事にしてた人は本当仕事がなくなるんだなっていうのがすごく感じてて、まあそういった意味でもその社会構造が本当に変わっていく真っ只中にいるんだなっていうのを、本を読んで感じました。はい。ありがとうございます。では次、木野村さんお願いします。組織体、あ、組織と組織、組織体組織の時代から、まあ、組織から個人というような流れがあるというところで、まあ、僕も今から2、30年前に、会社組織に属するのが嫌なので、ちょっと司法試験の道に走って、その結果、個人事業主という形で弁護士になったところがあるので、ああ、なんか、自分の時代が、来てるぞっていうような感じで、ワクワクしながら読みました。まあ、AI で弁護士っていう、まあ、弁護士に限らず侍業がなくなるっていう話、まあ、ありましたけど、僕はあんまりそんなこと思ってますけど、結局、もともと法律暗記したり、判例暗記したりなんて、もともとしてないので、で、しかも今はその AI 使って契約書のチェックとか、すごく楽にできるようになっているので、もう本当にありがたいし、まあ、そういう余計な調べ事とか、細かい手直しとか、そういった部分が AI の関係ですごく楽になっていて、このお客さんのこと考えたり、対応したりっていうのが楽になっているので、もう非常にやりやすい、仕事に集中できるいい時代が出るかなと。まあ本当に定型的な仕事をする弁護士は確かに仕事なくなるかなと思うんですけど、個人的には弁護士まだ全然足りないと思っているので、そういうところにどんどん弁護士というか人間がシフトしてくるといいのになと思ってて、思ってたところでこの本読んでるので、なんか嬉しいというか、これからもっといい時代が来るなって感じたのが、まあ、この本の全体的な感想ですね。はい、ありがとうございます。そうですね、なかなか、皆さんの中で、まあ、共通しているのは、やっぱ組織との、まあ、付き合い方というか、で、個人に変わるっていうところが、まあ、ちょっと、共通してるのかなとは思ったんですけど その辺で、話せるのかな？まあ、フリーディスカッションなんですけど、ちょっとこれについて話してみたいとかっていうテーマが終わり。ちょっとじゃあ僕話していいですか？はい。
願いします。僕は2005年に広告代理店を辞めて、それからずっとフリーのマーケターとしてやってたんですね。で、それはやっぱ僕も会社組織に馴染まないので、もともと大学出てフラフラしてたんですけど、沖縄に越してきて、広告代理店2社ほど、で、5年弱ぐらいですかね、行ってて、その後もうフリーになったんですよ。で、そこから18年かな17年ぐらい。ずっとフリーでやってたんですけど、ちょっとやっぱそのコロナで、クライアントの数が減ったり仕事が激減して、で、そういった中で、ちょっとこれは、冬縁はちゃんと作っとかなあかんなっていうことで、今の会社に去年の2月に入ったんですね。いろいろご縁があって、マーケターポストが空いてるよっていうことで、お邪魔させていただいたんですけど、久しぶりにその組織に属すると、やっぱり旧態依然というか、僕らは昭和昭和って言ってたんですけど、やっぱりその、ビッグボスが一人いて、その人のさじ加減で全てが決まっていくっていうような、で、周りはもう粛々と従うしかなくてですね、で、お客さんのためを思ったりとかなんかって言っても、その人がノーと言えば通らないし、こんなやる意味があるのっていうことも、その人がやるって言ったらやるしっていうようなことが未だに行われていて、実際だからそのボスが一番のコストセンターになってるっていうような状況を、久しぶりにこう戻った会社組織で、またしても目にしてしまって、結局、組織ってこういうことなんだなと。で、特に日本はそれがすごく強いと思うんですけど、その声が大きい人が上に行くシステムだとか、政治で上に上がりやすいシステムというか、なんかやっぱそういうのがあるのかなっていうのをすごく感じて、なので、この本を読んだときに、ここに書かれてる、その崩壊している近代を、この1年間見てきて、これが変わっていくんだなっていうのをものすごく今感じています。なるほど。その今のご意見に対して、お二方で何か感想だったりコメントだったりあれば、ぜひ。ちょっとじゃあ僭越ですけれども、私、今、実家が福井なんですけれども、福井に、今、家は今、僕、横浜に住んでまして、家族と住んでまして、実家の福井に月に1、2回戻る機会に、地元の、中小企業のオーナーさんの、お手伝いをするようなことをずっと続けてるんですけれども、地方の、中小企業って、やっぱりその人材問題って、最近じゃなくても昔からいろいろ大変で、そこの相談に乗ったり、アドバイスしたりしてるんですけども、今のお話で、そういう組織が、心地いい人たちっていうのもたくさんいるんですよね。うん、で、私なんかは全然理解できなかったんですけども、そういうのが嫌で、都会の大学に行って、都会で就職して、こっちで生活をしててっていうことだったんですけども、でも一方でやっぱり帰っていろいろそういう人たちと付き合う中で時間 を過ごしていくと、確かに、転勤はしたくない。別に出世しなくてもいい。一定の給料もらえれば、言われたことを、ちゃんとやってれば、それで無事過ごせる。っていうことが、善であるという、価値観ですよね。っていう方もいっぱいいるんだなっていうことを改めて発見してですね。なんだから言い悪いじゃないんですけどね。うん。で、それはやっぱりその社会が安定してて、地方の、中小企業って、オーナーさんのね、才覚によって、そこそこ儲かって安定してるところもたくさんありますから、すいません。だからどうじゃなくて、そういう人たちもいるっていう、ちょっと話題です。はい。ありがとうございます。
僕の方はその帯広っていう、十勝という地域柄もあるんでしょうけど、そんなに旧態依然の組織って、まあ、いることはいるんですけど、そんなに支障を感じないというか、まあ、もともとその屯田兵が入ってない、民間開拓だけでやってた地域なので、そういうあたり、新しいことにチャレンジしたりとかって、もうどんどんやれよっていうような地域柄ではあるので、なんていうんですかね、その昔の、その昭和型組織との対決みたいなのは、あまりそういうストレスがない地域かなと思ってるので、まあ、他の地域のことを見聞きしたりする中で、この本の内容もよくわかるんですが、そういう意味ではすごく自分とか十勝とか帯広というか、まあ、恵まれた地域なのかなというのは、今のお話を聞いて感じます。ありがとうございます。僕もちょっと、それについて、梅垣さんのお話についてちょっと、ちょうど今日考えたことがあって、昨日ちょっと飲みすぎて、二日酔いで午前中死んでたんですよね。そしたら、予定してたことが、まあ自分でやることが全然できなくて、まあでも許されるっちゃ許されるというか、まあ仕事ではないんで、まあでも、それって、もしこれが仕事で会社行ってたら、まあやらずざるを得ないというか、まあちゃんと出社して、ああだこうだ言いながらやるんですけど、でもやっぱりこれって、ちゃんと人の、まあ同調圧力ってあまりよくは使われないですけど、その同調圧力があってこそできる、自律的にできないところと、その人の波に、人の目があって、組織の中にいることによって、まあ初めて、ちゃんと動ける人間もいるんだなって、あ、こういうことなんだなって、なんか、ちょうど昼間に感じて、たっていうところはあるんですけど。でもこれから個人にな、なっていく中で、やっぱりそういう、なんちゅうんですかね。まあ、参加型社会であったりに参加できない、参加しづらい人もいるかなとは思うんですけど、そういう人たちについては、梅垣さんはどう思われますか？自分は、自分でできるタイプだと思うんですけど。今、この1年、青森メーカーで勤めて感じていることが、まあ、沖縄なんで、もともと給料めちゃくちゃ低いんですけど、もう60過ぎてんのかな、経理担当の、ポストは次長さんなんですけど、が、手取りで20万ないんですよね。その年で、それで、暮らせてんのっていうのがちょっと正直、びっくりしたんですけれども、いろいろ話を聞くと、工場で働いてる方も、本当に、40代後半で、やっぱり手取りは20万いかないとか。で、結局その、本当の意味でその価値を作ってるというか、酒を作ってるっていう、その人たちなんですよね。で、なんですけど、やっぱそこの自分たちがやってることを認識できてないというのか、やっぱりその一人で食っていくことに不安があるっていうのか、その安い給料でもここで働くしかないっていうようなことをもう思い込んでるというか、小さい頃に鎖で繋がれた象の話とかあるじゃないですか。鎖が切れるようになっても、そこの鎖の幅から出ていかない。なんかそういう、タイプの人って、やっぱり日本って多いのかなっていうのを感じてます。で、なので、これからその参加社会とか、そういうふうなことになってきたときに、まあその人たちが、なんて言うんだろうかな、その尊厳を取り戻したりするような、何かとか、なんか、組織から離れていく勇気を振り絞る一歩を誘発する何かというか、
なんかそういうのっていうのが必要になるのかなと、その装置として何かそういう装置がいるのかなっていうような気はすごくしてます。で、僕なんかはもともと、バリバリの個人主義なので、なんか、あ、一人でこれできるなとか、あれできるなとか、今もその、まあ一年、その、この青森メーカーの通販をやって、あ、こうこう、こういう仕掛けでこういうふうに売ればいいんだなっていうのは理解できたし、まあ、広告のノウハウとかも、まあ、ある程度はできたので、あ、じゃあこれ自分でこうやって立ち上げてもできるな、みたいなこともやっぱり思ってるんですよね。でも、そうじゃない人たちっていうのは、そういうことを考えずに、まあ、その日の、その日に、これだけの作業をしたら、みたいなことを、こう、黙々とこなしてて、やっぱりそういう人たちに、この、参加型社会に参加してもらおうって思うときには、なんか、一つ、なんか分岐点というか、きっかけがいるのかなっていうふうに思いました。なるほど。のお二方で、なんかこれをちょっと、こういうテーマを投げかけてみたいとか、もしあれば。参加型社会、まあ、参加する人を集めるという意味で、投資信託の会社をひふみ投資やってる藤野秀人さんが分析しているのが、幸福最大化戦略で行く人と、損失最小化戦略で行く人は大きく分かれる。まあ、で、日本人の大多数は損失最小化、もうとにかく損をしないように、損をしないように、っていう方向で行く人、まあ多分ここにいるメンバー皆さん、幸福とか利益最大化の方の人だと思うんですけど、そういう方向で動く人がいて、まあ少し、やっぱり損失最小化の戦略取る人の方が日本多いんですけど、それをやっぱり1割でも2割でも増やしていくのが今後の日本にとってそのいいというか、まあ今ここでいう参加型社会に移っていくというのがいい方向だっていう話だと思うんですよね。だからその幸福最大化戦略を取る、このまあ、心配なんかあっても一歩踏み出してみようぜっていう人を増やしていく土壌を作るにはどうしたらいいの、まあ、そういう教育のシステムとか、失敗を恐れないとか、まあそのまあ、再起できるようにとか、そういったシステムを作るのとセットでやらないと参加型の人が増えないのかなとは。内田さんいかがでしょう。梅垣さんが先ほどおっしゃった、まあ、その現状ですよねと、清村さんがおっしゃった今の日本人の特性みたいな話が、多分僕が冒頭に申し上げたインドで私塾をやりたいっていうのを多分今日通底するテーマだなと思うんですね。何でしょう、僕58歳、今年58歳なんですけど、最近になってですね、初めてですね、このなんかこう自己内省をよくするんですね。っていうのは、コロナでこう暇になるじゃないですか。でも僕の場合コロナの前からまあ暇っちゃ暇なんですけど、何かをしないといけないと、この空いた時間に。で、こう本を読もうみたいな話なんですね。で、コロナもね、2年も3年もこうずっと家にいると、読む本もなくなってきて、テーマも興味もなくなってきて、でこうぼーっとしてなんかネットフリ見たりするわけですよね。そうすると、まあ、今日一日なんか何もしなかったぞと。ネットフリーで時間一日過ごしてしまったぞっていうことを、なんかね、悩むですね。で、これ、俺なんで悩んでるんだろうと。何かしないといけないっていうのってどこから発生してるんだっていう話に、すごくなんかぶち当たってですね。もうまさになんかその、なんていうんですかね、コギトエルゴスムみたいな。なんか近代ってこういうことなんだってことをこうものすごく実感した、してるんですね。でね。で、やっぱりね、なんていうその、理性と語性っていう言葉があるらしいんですけどね。まあ、僕ら、子供の頃から、その、いい大学入ってって話でこう、まあ、僕、田舎でしたから、ずっとこう勉強一生懸命やって、それってやっぱり理性、限界なんですよね。その語性ですよね。自分でこう判断して、選択をするっ
ていうスキルを養うことが、その、まあ、沖縄の方も福井の方も大事っていうか、うん、インドの子供たちもですね、なんか個性を養うことが大事だって最近こうフォーカスしてきてるんですけど、まあ、では個性はどうやったら養えるんだっていうところで今止まってるっていう状況ですね。一つはこう経験ですよね。こう失敗をしてっていう話があるんですけど、個性がないと失敗すらはやっぱりしないっていう、で踏み出さないのでね。それを後ろから背中を押すっていうのもなんかあまりにも乱暴な気もするし。というまあところです。はい。これなんかいい案があったら教えてください。なんだろう。さっきおっしゃったその、本質最小化戦略を選ぶ日本人が多いっていう、この、幸福っていうか、まあ、チャンス、リスクを取るのとリスクを取らないのの差っていうのは、何もないところからだと、リスクじゃなくて確実にもらえるものを取っていく。まあ、だから、なんだろう。2分の1の確率で100万もらえるのと、確実に50万もらえるんだったら、人は50万もらえる方を選択するんですけど、借金が2分の1で100万円減るのと50万円減るのだと、2分の1で100万借金が減る方を選ぶのが多いっていう、行動経済学でしたっけ？まあそういうのの、調査があるんですけど、で、なんか、そういうところで、失うものがないっていう人たちはチャレンジできるんだけど、なんか失うものがあるっていう人たちがチャレンジできないっていうような状況で、でも実際じゃあそこって本当に失うものがあるのかなっていうとこですよね。なんていうかな。例えば、終身雇用が守られてるっていう幻想は崩れてるにもかかわらず、みんなまだそれにすがってるじゃないですか。で、辛いことがあっても、会社に我慢して勤めるっていうのは、なんかこの終身雇用が崩壊してるにもかかわらず、自分は終身雇用されるつもりで行動してるというか、で、実際その損失最小化しようとして、実はリスクが増えてるだけのような気もするんですよね。だからその理性で選んでて、そのソロバン弾いてちゃんとやってるように見えてるんだけど、そのソロバンっていうのは本当に成立するのっていうところがちょっと、なんだろうな、ちょっと難しい感じがしまって、おっしゃってたその理性と語性のその語性をどう鍛えていくかっていう部分っていうのは、まあ、まあ、失敗してもいいんだよ的な、その場を用意するっていう、まあ、練習をするような場所を作るのがまず一つだと思うんですけど、あとは、もう崖っぷちなんだよっていう認識も大事なのかもしれないなと、ちょっと話聞いてて思いました。こっから、なんか一歩踏み出さないと、もう、終わってる世界に住んでるにもかかわらず、まだそれが続いていくっていうような、そのファンタジーの世界に生きてる人たちに対しては、やっぱりその目を覚まさせる何かっていうのがいるのかなっていうふうに感じました。まあ、それを個性というのか、ちょっとあれなんですけど。はい。ありがとうございます。野村さん、いかがでしょうか？今のお話で、はい。今の話を聞きながら思ったのは、その、結局も元をたどるとサラリーマンの発想というか、お給料って我慢料じゃないですか。その全て時給計算で我慢して我慢した我慢の対価が給料っていうのが、やっぱ教育先生もそうだし、日本社会も、まあ、今圧倒的にサラリーマンというかお給料をもらってる人が多いので、ものすごい極端な話ですけど、日本国民全員個人事業主化すると、なんか、いい方向に行くんじゃないかなって、勝手に思ってます。なるほど。
まあ、そういうのが向かない人はいるんですけどね。今のお話聞いててね、実は福井県って人口比率で社長率が全国ナンバーワンなんですよ。で、高いそ方れ、ですか？高いんですよ。で、それってね、つまりね、僕見てまして思うんですけど、他人のリーダーシップを認めないんですよ。要するにわがままなんですよ。もう嫌やと、そんな。で、どう考えても産業論的にね、横から見てて、無駄多いんですよ。ちっちゃい零細企業ばっかりが、俺が社長やって言ってやってんだけど、それ以上規模大きくならないし。でもそれが心地いいんですよね、やっぱね。当人たちとか、その会社の、社員たちは潰れなければですよ。もちろん潰れるところもとことかあるんですけど、でもまあやっぱり、なんでしょうね。その福井という立地上の、まあいろんなことが経済的にはあるんでしょうけど、そこそこうまく回っているっていう現実もあって、何が言いたかった、自営業ではないですけど、個人事業ではないですけど、そういう意味では、こう、なんていうかな、自分で商売やるっていう、リスクを負ってる人たちが、それなりにいる社会の福井県を見ても、だからといってそんなになんかこう、みんながリスク取るっていうこともないですし、なあなあで、こう、ズボズボっと生きてるっていう感じはしますけどね。あと今ですね、せっかく帯広と沖縄の方がいらっしゃるんですけど、地域柄もあるかもしれませんよね。よく言われるのは、北の環境厳しい方がね、やっぱりチャレンジしないと生き残れないみたいな話もありますよね。っていうのと、その日本人がっていう話で言うと、やっぱりどう考えても、今まで苦労、二次大戦の後、太平洋戦争の後以外は苦労がなく占領されたり、殲滅させられ、民族の危機っていうのはありませんでしたから、まあ、それはそれでしょうがないんだろうなとは思いますけどね。世界の歴史を見てますとね。なるほど、なるほど。あれ、梅垣さんは沖縄に移住されたんですか？そうですね、はい。今52なんですけど、27の時に来たんで、約25年ぐらい沖縄ですね。で、その沖縄の方の県民性みたいなのを感じるときって、なんかありました？なんだろう。やっぱりその、イメージの沖縄と全然違うなっていうのは、来た当時から感じてましたね。なんだろう。日本語の通じる外国っていうのが、やっぱり、一番しっくりきたのと、県民性で言うと、京都の人に似てるなと思いました。ほう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 。まあ、門戸は開いてるように見えるけど、絶対に敷居はまたがせない的なのがあって。で、それはやっぱりその、ね、今までの差別の歴史もあるでしょうし、あとその、太平洋戦争で、まあ、捨て石にされたのもありますし、なんかそういうその、内地というか本土の人に対する怨念みたいなのは、民族としてやっぱり持ってるんだなというのは。未だに感じますね。はい。まあ、ただやっぱり、従順な人が多いというか、なんかやっぱり、従順な人じゃないな、なんか諦めてるのかもしれないですね。まあ、戦争で苦労して、アメリカに占領されて、で、まあ、日本に戻るために運動もしたんですけど、じゃあ日本に本土復帰した時に、思ってたことは起こらず、結局、またその搾取する構造が未だに残っているので、まあ、やっても、まあ、要は、トップがどんだけ変わっても、俺たちの暮らしは楽にならないみたいな、なんかそういうのはどっかにあるかもしれないですね。じゃあ、なかなか難しい。その参加型社会で主体的に自分で生きていこうっていうのがちょっと見出しづらいところがあそうるでかすもしれね。ないっていう。はい。
若い世代は割と大丈夫だと思うんですよね。その、まあ、アメリカ文化にも早くから触れてるし、そういうところからすると、若い人たちは、その参加型社会の方に、割とすんなり入っていけるような人も多いような気もしますけど、やっぱ年配の方だとか、そうですね、その年配の方を親に持つ40代、50代の人とかっていうのは、ちょっとやっぱりその、引っ込み思案というか、諦めモードというか、そういう人が多いような気がしますね。なるほど。木野村さんはずっと、あ、ごめんなさい。いいですか？あ、ごめんなさい。どうぞ。ちょっと話をですね、その、木塚さんの方に戻させてもらうと、今の出てきた話、その、参加型社会に、参加する、なっていくんですけども、メディアが何をしたかっていうのがね、テーマで、タイトルにありますけれども、参加型社会の、その、例えば SNS とか、近所の井戸端会議みたいなものになっていくときに、今、先ほども話出てましたけども、その組織とか、その上下とか、ピラミッドとか、なんて言うんでしょうね、上を見てれば安心できるっていう構造じゃなくなるんですよね。で、SNS なんか特にそうで、YouTuber のヒット数多いやつ、見てても、なんじゃこりゃみたいなのも多いわけですよね。私の個人感覚ですよ。で、何が言いたいかっていうと、その中で、その参加する人が、それこそ理性と語性がない場合に、何を信じて、言ってることを何を信じていいのかって、僕なんかすごく危ないなと思うんだけども、すでに危ないっていうことすらも感じてなく、そこに参加しちゃってる人たちがいっぱいいるわけですよね。多分ね。理性と語性なく。ね、迷惑系 YouTuber なんかもそうだと思いますし。で、今までは、先ほどのもまさに上垣さんがおっしゃってたように、コストセンターなんだけども、やっぱり近くにはボスがいて、ボスの言うことは、合ってるかどうか置いといて、それを言うことを聞いてれば、最低限のリスクはヘッジできると。市役所は気に入らんけど、市役所に文句言っとけば、なんかしてくれると。テレビは NHK の言ってることは、まずまず正しいんだろうと思ってれば、間違いないと。なんかこう、そういうものがなくなっていく。フラットになっていく。メディアというものがなくなっていく。ワントゥーワン、P2P になっていく。っていう時に、もうまさに僕、やっぱり、理性と語性、どうするんですかっていうすごい危機感がありますよね。チャット GPT、生成 AI がシンギュラリティ超えて人類を征服するっていう話が出てますけども、なんかその前に僕は、やっぱりその先導型の YouTuber が出てきて、世の中ひっくり返すリスクの方が先だと思いますけどね。それはそうですね。どうしたものでしょうね。うん、塚さん登場されましたけど、もともと聞いてます。大阪なんですけど、まあ、関西の、維新のパワーって結局メディアと結託して作られたもんっていうか、本当大阪行くとわかるんですけど、道路の白線見えないんですよね。だから全くそういうところに予算が使われずに、まあ、僕は大阪生まれとしてやっぱり維新に食い物にされてるなと思うんですけど、じゃあなんでそんな状況ができたかっていうと、もうメディアと結託したっていうその一言に尽きるんですよね。視聴率が取れるんで、維新を出せば視聴率が取れるんでっていう、まあお互い、まあ、なんていうのかな、ウィンウィンの関係でやって、まあその2社にとってウィンウィンの関係なんですけど、じゃあフミにとってはどうなんだっていうのを考えたときに、やっぱりそういうその先導型のそういう政党が、まあいかにも仕事をしているようなことをメディアで出せば、それにフミは何も疑わず信じてしまってっていうのが行われているような気がします。なので、
今、お話をされた、この先導型 YouTuber が、大衆を先導するっていうのは十分にあり得る話だなというふうに思いました。篠村さん、いかがでしょう。いや、なんかそういうのに先導されてるって僕のイメージですけど、60代以上の定年退職したおじさん、おばさんっていう、そういうおじいちゃん、おばあちゃんっていう人が引っかかりやすいっていうイメージがあって、意外と若い人を冷静に見てるのかなと。まあ、中にはそういうのいますけど、割合的にはそんなに多くないのかな。どっちかというと、定年退職組の人の方が多いのかな。これまでずっと組織社会にどっぷり浸かってて、そのトップがいなくなった瞬間に自分で考える力がなくて、なんか煽られる人の見ていくと洗脳されちゃってっていうイメージなんで、まあ、僕はどっちかっていうと、あと10年、20年経つとそういう人は自然と消えていくのかなという気が してますけどね。まあ、その100%そうってわけじゃないので、このあたりはどっちかというと僕は楽観的に見てますかね。塚川さん、何かご意見はありますか？あ、これ？もういいの？どうもありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとね、バラバラなんで、うまくまとめられなくて申し訳ないんですけども。話を聞いててね、ちょっと俺の言いたいことがまだ伝わってないなっていう感じがまずするね。でね、今、木村さんも言われたけどね、今、次の本がね、8月に出るんですよ。で、これは、俺が書いた本じゃなくて、まあ、プロデュースっていうかね、企画して、作ったんですけど、まあ、女子高生、の本なんですよ。女子高生、まあ、何十人かにヒアリングしてね、それをまあ、グループ化してやったんだけど、で、なんで女子高生かっていうとですね、今、15、6歳の高校生ね。で、15、6年前に、実は iPhone が発売されたんですよね。で、まあ、多分、その昔ね、生まれた時からテレビがあるとかね、それで性が変わったとか、生まれた時からインターネットがあるので全然違ってくるとか、いうような、まあ、世代論があったんだけど、多分 iPhone が生まれた時からあるっていうのはね、それはその外にメディアがあるんじゃなくて、もう内側にメディアがあるっていうかね、内包しちゃってる世代なんだと思うんですよ。で、多分これからの社会は、多分その延長線上だと思うんですよね。外側にメディアがあって、個人がいて、個人がメディアを扱ったり怒ったりね、賛同したりっていうのじゃなくてね、もう全部内包されちゃってると。で、特にその、まあ、チャット野郎がね、チャット GPT がね、何がすごいかっていうと、僕なんかの考えではね、今までその、教養って本読んだりね、個人を情報蓄積して、で、個人を自分で作ってきたんですよ。まあ、それは個人なわけだよね。で、まあ、さっきの話も個人、さっき実は個人をどうやって超えるかっていう話なんです、今ね。そうやってその情報を蓄積して自分を形作ってくるのは、まあ、近代の個人なわけですよね。で、それが、もう要するに、僕は Kindle なくなると思うんですよ。なんでかっていうと、Kindle で読んでね。で、いろんな知識とか教養とかね、歴史とかを知るわけじゃないですか。それで判断力をつけるわけですよね。ところが、Kindle になった瞬間、もうチャット野郎が食っちゃってるわけですよね。そしたら別に読む必要ないんですよ。これはね、やっぱりそろばんが電卓になった時に、それまでそろばん一生懸命、覚えたわけですよね、やり方をね。でも電卓になったら、答えだけ分かればいいわけでね。どうしたらそっち行っちゃうわけですよ。そうすると、教養とか個人っていうものがね、多分変わってくる。その意識なんですよ、僕ね。だから今回の本のね、実はまあ、底流にあるのはね、結構すごい話でね。近代って、まあ、さっき、岸田君が言ったけどね、やっぱり、コグニタイエルゴスムを発見したことなんですよ。
自分というものを発見したのは近代のスタートなんですよね。それまで村人だったわけですよね。集団だったんですよ。でそれが、コギトエルゴスムっていうね、自我っていうのを人類が発見して、それの衝撃だったわけですよね。で、その衝撃で、まあいろんなね、文化を生んでね、表現を生んでね、アートを生んでね、いろんなビジネスを生んでっていうね。やっぱり自分っていうものを見つけたんですよ、人類が。それまで動物だったんですよ。言ってみれば、群れだったんですね。それが群れじゃなくて個人っていうのを発見したのが、近代の始まりなんですよ。ということは、近代を超えるっていうのは、その組織対個人とかね、個人のその、リテラシーとかね、そういうんじゃなくて、コギトエルゴスムをどう超えるかなんですよ。それがね、要するに、超コギトなんですよ。だそれが僕の、まあ、これ説明まだしてませんけども、要するに、社会と個人っていう、この対立構造じゃなくてね、社会全体、人類全体を内包した個人なんですよ。まあ、インドの考え方言ったらね、近代個人って、アルトマンなんですね。自我はね。で、ブラフマンになるんですよ。宇宙全体を内包した個人なんですね。一体化するんですよ。だから、今ネットでね、トラブルがとかなんとかって言うけどね、これやっぱりね、近代的個人同士の戦いなんですよ。それをね、内包した違う考えも嫌なやつも含めた自分っていうものが現れてくるだろうと。それがね、チャット GTP なんですよ。で、それと付き合うんですよね、今度ね。だから近代はコギトと付き合った進化なんですよ。今度、その全体的個人というかね、ブラフマン的なコギトと付き合う個人っていうのが出てね、それは多分僕の予想ではどう遊ぶかなんですよね。どう仕事を一生懸命やるかとかね、どう学問を追求するかとかね、どうロジックを組み立てるかっていうのは近代のやり方なんですよね。で、それは全部、そう人間が作った集合値で、ね、集合値マシンがやってくれるわけで、残りは違うところなんですね。だから僕は30歳で本を初めて書いたときに、直感したことがあって、それ間違いないっていうのが最近思ったんですね。それ何かっていうと、僕は30歳で初めて本を書いたときに、もうこれから本は読むもんじゃなくて書くもんだと思ったんですよ。で、まさに今の時代僕が感じてるのは、本は読むもんじゃなくて作るもん書くもんなんですね。個人にとってね。そういう時代になってきて、まあそれが僕の言う参加型なんですよ。人が全員同じ方向を向くとかね、なんか仲良くなるとか参加型じゃなくて、みんな一人一人が自分の表現を始めると。ね、で、その表現は瞬時に全体が共有してくれるわけですよ。チャットがね。でも、この瞬間俺が言ってることはまだチャットやと知らないわけですよね。でも言ってしばらくしたら全部吸収されちゃうと。いう社会が来ると思ったんですね。だからそこでの人間とか組織とかっていうふうに考えないとね。で、ただね、僕は今出版をやってるんだけど、新しい出版ちょっと考えてるんだけど、既存の出版業界が古くてボロボロだから、潰したいとは思わないわけですよ。あれはあれの意味があるしね。ただ、そのバブルで膨らんじゃった部分があるわけですよね。で、その部分は多分縮小されていくだろうと。だけど、その延長線上に未来はなくて、今の現実社会とね、もう一つ別の社会を作って、その両立した社会っていうのが多分これからの社会だと。で、僕は、だから新しい、もう一つの方の社会の方を目指すよと。かといって、だから古い社会を否定したりね、ぶち壊せとは思わないわけよね。それを頑張ってほしいと思うんだね。それからもう一つね、村の話が出ましたけど、まあこれ須田君もしてる周平とね、話しててね、まあ周平に教えてもらったんだけど、まあ俺がわりかし村から都市来てね、で、
村は相変わらず頑固だみたいな、だったけど、やっぱり村そのものもね、やっぱり都市に影響されてるわけですよね。だから昔風のなんか、ワンパターンの村人っていうのはもういないよと。やっぱり都市に影響された村人なんですね。古い教会なんですね。これはね、林二郎に僕は学んだんですけど、まあ人類っていうのは、まあその狩猟から農村来てね、農村から工業、軽工業に来て工業になってくると。まあそういう歴史がありますよね。で、じゃあ農業が出たかったら狩猟なくなるかってなくならないわけですよね。で、工業化時代になったからって農業なくならないわけですよね。でもその近代化時代の工業っていうのは、その近代って工業に影響された農業なんですね。それは機械農業だったり、今のセンサーだったりする。だから人類っていうのはこう並行して古いものと新しいものをこう抱えていくんだけど、新しいものが古い構造をこう影響を与えながら、同時に進化していくと。で、その列がどんどん増えていくってことなんですね。で、今これからも情報化社会っていうね、本格的なのが始まると思うんですよね。で、それで、工業化社会はそれなくなるとかってなくならないわけですよね。やっぱり物は必要だと。自動車は必要だと。ただ、それが、AI を使ったね、自動運転とかね、その新しい、その情報化社会のメソッドが、古い農業とか工業にも影響していくと。いう、その、だからその歴史って一本じゃなくて、多分、並行してどんどん増えてるっていうようなね、イメージで、で、いよいよ僕はその、情報化社会っていうのが、ね、本格的に到来するっていうね、結構、こう、ワクワク感で、まあ書いてあるんだけどね。それで、まあ、それと、まあ、チャット GTP がやっぱりね、インパクトがあってね、まあ、先ほどね、木野村さん、弁護士の、もちろん弁護士なくなれませんよ。で、それはやっぱ相談相手が悩みがあればね、その悩み相談しなきゃいけないんで、ただ、紋切り型でやるのはね、機械でやるだろうけどね。やっぱり人間的なこのヒューマンな部分とかね。やっぱりその状況を把握する力とかっていうのは、多分それに見じゃできない部分。ただ、やっぱり、さっきも言われたけどね。やっぱりシステムはシステムと利用する弁護士が出てくるわけですよね。弁護士が取って代わらじゃなくて、やっぱり古いものを新しい形で応用していくような人が生き延びていくんだと思うんですね。だから、多分、いろんな職業がね、チャット GPT でみんな潰されるとは思わないわけですよ。ただ、縮小はするだろうと。ね。で、やっぱり必要なものが残っていくと。で、その新しいところで、まあ、まあ、新しい社会とか新しい人間が生まれてくるんだけど、僕はね、林裕次郎とね、まあ、いろんな議論をしたんですよ。で、僕は林裕次郎に、問いかけをしたんですね。その近代、まあ要するに工業とかから始まってね、人類がまあ急速な発展をしたわけですよ。その原動力はお金なんですね。要するにたくさん作っていいものを作れば儲かると。個人が幸せになると。お金でね。で、それで近代って来たわけですよ。その結果がバブルなわけですよね。で、お金が目的になっちゃったわけですね。で、一回そこで、まあ、ある意味じゃ、しらけてるわけですよ。で、昨日もね、渋谷と、飯食ったんですけどね、ロッキングのね。まあ、2024年問題があってね、まあ、人が足りねえみたいな話をしててね。で、ロックフェスやってるわけですよ。で、年末、ロックフェスやってるんですよね。年越しのね。幕張メッセで。で、暮れのね、一日バイト4万円なんですよ。で、俺らがの時代からしたら4万円で一日で4万円くれるなら、やると思うじゃないですか。全然来ないんだって。それやっぱり正月とか家でしたいとかね、友達と一緒にいたいとかね、いう方が勝っちゃってるわけですよね。もう明らかに、金が目的の社会が終わりつつあるんですよ。まあ、なきゃ困るけど、ありすぎてもしょうがないっていうね。特に若い世代、そのマネーゲームやってるやつは別ですよ。あれゲームだからね。でも多分意識の上でね、やっぱ近代の終わりって、近代の原動力のお金が神だったんですよ。近代はね。で、それが終わった時に僕は話したように、次の浄化社会は何が貨幣に変わるね、原動力になるんですかって聞いたんだよ。大変さん答えなかったんです。答えられなかったんですね。
で、まあ、要するに、それを一緒に考えようみたいなことをね、言われたことがあるんですけど、多分、だから、その近代の自我とね、近代のお金、これ多分両輪だと思うんですね。エゴとね、まあ欲望を実現するお金ね。それがまあ近代の原動力だったの間違いないんですよ。でもそれが、収束に向かってくるだろうと。と、次に何が起きるのかと。言ったときに、僕は、まあずっとね、塾生たちによく言ってるんですけどね。まあ、日本社会の、あれ簡単で、まあ、日本社会ってやっぱり世界で変な国なんですよね。ヨーロッパってやっぱり地続きだから、しょっちゅう戦争してるわけですよね。で、やっぱりね、国が強くなるとね、隣の領土欲しくなるんですよ。これ多分宿命だと思うね、動物的だね。で、日本は、島国だから、まあ、トートミデシがちょっと儲かっちゃったんで、韓国に行っちゃったぐらいなね。ことはあるにしても、基本的に、国と国の戦いがないんですよね。だから、その、信頼関係が違うんですよね。で、日本人は、例えば、震災の時もね、一糸乱れぬね、要するに、制御されてさ、行列してね、欧米だったら俺がみたいなものがないっていうんで、みんなびっくりしたわけですよね。で、僕はね、日本人ってね、そういう、人間対人間の戦いはやってないから苦手なんだけど、やっぱり自然災害が多くてね、これもうどうしようもないわけですよ。諦めるしか。だからね、あらゆるものがね、自然災害のように感じてんだと思うんですね。原爆も戦争も。だからそれをなんとか、じゃあ誰が悪いとかね、なんとかしろとか、そういうふうに思わないんだよね。やっぱり時が流れるのすぐ、過ぎるの待つしかない。台風とかね、疫病とかね、地震とかね。そういうところが日本の歴史なんでね。だからまあそういう意味で、ある意味じゃ、ニヒリズムなんですよ。諦めてるんですね。で、でもね、もしかしたらね、僕は今人類に必要なニヒリズムじゃないかと思ってるわけ。ね。やっぱりロシアもウクライナもに、エゴイズムだから、ある意味ではさ。諦めてないわけですよね。で、これ世界中多分諦めてる民族って日本が一番諦めてるんだと思うんでね。そういう意味では、なんかあるんじゃないかと思ってるんですけど、まあなんか話がとうとうつながりましたね。まあ、そういうふうにね、まあ僕はこの本書いたのはね、一つはチャット GPT が去年の暮れにね、まあもともとその Google 検索だってみんなチャット GPT と同じなわけですよね。検索して答えあるみたいな。その自分の頭で考えじゃなくて、そのみんなで出した知識で集合値で考えるというような発想になってきてね。あ、これはだから新しいコギトだなというふうに思ってね。まあその衝撃と、から同時にね、シェア図書館っていうのがいきなり増えたんですよ。シェア書店とかね。で、シェア図書館って、あれ自分でお金払って棚を借りてさ、で人に見せるんですよ。だから古いタイプの人間人で、そんなの何の意味があるんだと。ね。それでも儲かるならやるけど、お金払ってみんなに見てもらうっていうので、お金なんか払うかって言ったってみんな言ったんだけど、実際払う人いっぱいいるわけですよね。もう、もともと焼津で始めたやつはもう今50箇所ですよ。一気にね。で、それは何かっていうとね、これやっぱり80年代バブルっていうのがね、日本と世界にとってものすごく大きくてね、日本ってそれまでさ、まあ、いろいろ、無理難題はあったけど、まあ、いい国になったわけですよ。で、ウォークマンをね、発明してさ、発売してね。で、ファミコン作ってさ、まあ、80年代前半ですけどね。で、バブルからみんな壊れちゃったわけですよ、それ以後。家電メーカーっての新しいのを作れなかったわけですよね。それまでみんなものづくりが好きだから、それはもちろん給料も良かったんだろうけど、メーカーに入ればね。まあ、それだけじゃなくて、やっぱりものづくり好きなんですよね。で、面白いものを作りたいわけですよ。で、そういうのやってきたのがバブルで、一気にお金になっちゃったんですよ、みんな。価値がね。出版なんかいい例ですよ。それまでは、70年代までは、
出版社がこの本出したいと、こいつを育てたいとかっていう意識があったんですね。で、若い連中が原稿書いて、出版社持ってくわけですよ。そういうの一切受け取れなくなったんです、85年から。なぜかっていうと、編集会議の質が変わっちゃったんですよ。いい本悪い本じゃなくて、これ売れるか売れないかで判断になっちゃったんですよ。で、過去の実績がどうだとかね。そんなこと言ったら過去の、新人なんか過去実績ないから売れ、出さないんですよ。だ編集者は、やっぱ若いやつ見つけたいんだけど、編集会議で通らないから、分かってるからね。逆に苦しいから受け取んないんですよ。いい本、いいのを見つけてもね。通らないの分かってるから。ね、そうやって、やっぱりものづくり、壊しちゃったんですね、お金がね。で、その時代に同時にね、起きたことがあってね、ボランティアっていう動きなんですよ。で、ボランティアってさ、一般的に言うとさ、無償の労働じゃないですか。あれ無償じゃないんですよね。水に切ってんですよ、長靴買ってさ、交通費払ってね。要するに、それまでの労働っていうのは、お金もらうために労働したんですよ。賃金労働なんですね。ボランティアって水に切ってるんですよ。ね、これはもともと労働っていうのは人間にとって楽しいことなんですよ。好きなことなんですよ、働くことは。体を動かして人にね、褒めてもらうことはね。でもそれまでが、それが全部お金に換算されちゃったんですよ。でも、裕福な、ね、要するにエリートサラリーマンは今度ボランティア始めたんですね。人間は働く喜びっていうのがあるんですよ。お金払ってでもやりたいのがあるんですよ。お金払ってでも災害中の人を助けたいっていう気持ちがあるわけですよね。これはボランティアなんですよ。その意識がずっとインターネットに来たのが、僕はその通訳にも言ったけどね、インターネットの最初の時の俺の衝撃は発信者負担なんですよ。それまでは原稿料もらって書いたんですよ。コンテンツっていうのは。ネットっていうのは、どんなにくだらないものでも、自分のパソコンで自分で通信費払って、プロバイダー契約して、お金払ってやってるんですよね。それが新しかったんですよ。ボランティアなんですよ。で、まさにシェア図書館も、要するに、水に切ってみんなに喜んでもらうっていうさ、新しい表現なんですよ。新しいビジネスなんですよね。だからまあ、それがね、インターネットの延長線上にチャット GPT が出て、まあ、システムがこう共有化されていくって同時に、個人が身銭を切り始めたと。これのなんか僕は時代の、転換期を感じてね、両方とも多分並行していくんだろうと、これからね。いうんで、まあ、今回の書きました。すいません。延々としてありがとうございまなんか、す。ご質問とかご意見ありましたら、どうぞ。エメちゃん、どうですか？質問いいですか？はい、どうぞどうぞ、はい。本の中で、近代は、まあ、工業化で時間が増えて暇になって、考え出すようになったみたいな、で、自我を発見したみたいな話があったじゃないですか。で、今度はその集合値も内包してしまうと、さらにその暇が増えるっていうような認識でいいんですかね。だから、暇っていうかさ、子供と大人っていうね、区分の仕方があってさ、大人って何かっていうとさ、社会の時間を生きてんだよ。社会が決めた時間を生きてるのが大人なんだよ。子供って自分の時間生きてんだよ。本来ね。ところが今の子供塾とかさ、社会の時間生きてんだよな。学校とかね。で、本来子供っていうのは自分の時間を生きてんですよ。社会関係ないんだよな。で、だから僕はこれからの人間は、社会の時間と自分の時間のバランスを取っていくんだと思うんだな。だからその自分の時間を生きるのは、そいつがもういいんです。好き勝手やって。それをさ、外が正しい正しくないって言う必要ないんだよ。ね、維新だろうとさ、共産党だろうっていいんだよ、そんなの。ただ維新はさ、俺は出た時思ったんだけど、あれは阪神ファンだな。
阪神ファンってさ、負けようが勝てようが、自分の手は応援するんだっつってさ、そういうなんか大阪人ってさ、あるんだよな。なんかあるかもしれないですね。あれじゃあ、盲信的な愛があるのかもしれないですね。そうそうそう。で、なんか批判すると向きになってさ、ジャイアンツが分かるか、俺らのことってさ、いうなね。まあ、あれは一種文化的なと思いますけど。で今度、三省堂とか出てきて、ますます分かんないみたいな。三省堂も不思議なとこですよね。なんか、あれだけ一気に短期間で出せるから、なんか、やっぱりどっかのお金がどこか出てるんだろうと思うんですけど。うん、まあ、やっぱり、宗教もそうだけどさ、やっぱお金集めるつもりで組織作ったら、それは集まるよ。お金稼ぐための組織じゃなくて、お金集めるための組織であればね。まあ、ある種の家元制度だからさ、徴収するだけだからさ、出ていかねえんだから。うん。山さん、どうですか？はい、まあ、今日はありがとうございます。塚さん、一時情報をすごく重視してるっていうのがあったじゃないですか。ん？何？一時情報。僕が一時情報を重視するのは人に騙されないためだと思ってたんですけど、塚さんも重視、一時情報を重視するって自分を発信するためっていうことですか？僕の言う一時情報はね、これなんか僕基本的にロックからスタートしてるじゃないですか。はい。で、ロックって基本的にさ、今しかないっていう考え方なんですよね。その過去の、歴史もさ、未来も関係なくて、まあ要するに今を生きるってことなんですよね。で、その知識とか、その経験とかっていうことでね、判断するって今思ったことと今感じたこと、それが僕は全ての価値の、なんですよ。だそれがその、まあ、一時情報ってことなんだけどね。だから、一時情報っていうのは、その人が今本気で考えたことと感じたこと、それだけが一時情報でね。勉強して調べたりさ、人に意見聞いたりね。そういうのは一時情報じゃないんですよね。だから、すべての人が一時情報だけに頼ってね。一時情報だけで表現してね。それをその、チャット GPT が吸収して、整理してくれるっていうのが、まあ、イメージとしてはね、あるんじゃないかと思うね。ただ、やっぱりこんだけ人がいてさ、いろんなこと感じたり、経験したりしてるわけだからね。その人の一時情報ってすごく人類にとって大切なことなんですよね。それをみんなで共有していこうっていうような流れができてるんじゃないかなと思ってるんですね。で、やっぱり騙したり騙されるっていうのは多分終わんないんでさ、ずっとね、あるんだけどさ。やっぱりなんか僕はだからいろんなことやるときに、まあトラブルあるじゃないですか。人間関係とかさ。で、とにかくね、何やっても失敗したときにごめんで済まないことはしないっていうね。すべてごめんなさいって言って、そういうことしかしないと。という、こう、縛りをかけてるんですよ。だから、やっぱり、人死んじゃったら、これ、ごめんじゃ済まないじゃない？だから、なんか離婚しちゃったら、ちょっとごめんじゃ済まないとかさ。やっぱり、ごめんで済む範囲のことをやっていくと。いうような、あれはあります。はい。ちょっと関係なかったかな。はい。ありがとうございます。はい。千田君どう？はい、ありがとうございます。コストの話整理で、なるほどなって、ちょっとヒントだなと思ったのは、やっぱりそのブラウマンとアートマンの話ですよね。うんうん、まあ、とても分かったとは言いませんけども。いや、だからインドに行くといいなと思ってさ、ちょっとまた深めたいと思うんですけど、私、いろんなことを理解するときの難しさの話で、この辺は3次元なんですけど、縦横高さがあってですね、ありっていうのは、3次元わからないっていう話があって、縦に動かないからですよ、ね、動けないから、で、この話僕すごいなんか
余っちゃってて、うん、吉川さんのおっしゃる、吉川さんは多分縦に動いて見えてる、そのポストコギトの世界観っていうのを、どうやってジャンプしたら分かるかなっていうのを、頑張らないとなって今思いましたね。それはさ、俺の場合、全部そうなんだけどさ、例えば、アルトマンとブラフマンっていうのあるじゃない？はい。俺ね、振り子なんだよ、それ。ん？振り子。振り子。うん。だから、アルトマンがブラフマンが内包してるんじゃなくて、個人であるときは個人であるんだよ。全体であるときは全体であるんだよ。うん。それどっちかにさ、決めてないんだよな。だから、アルトマンと、個人と全体を行ったり来たりしてる運動が自分なんだよ。うん、個人が自分でもないし、その個人をこう殺しちゃった、その社会性のあれが自分でもないしね。うん、行ったり来たりしてる運動が自分で、その運動が止まったら死なんだよ。うん、だからそれ生きてても、その運動止まったら死なんだよ。うん、というね。だから、津田君にはね、インターネットがね、始まった頃な、90年代だな。まあ、リクルートにいたんだけどさ、まあ、ダメージとかで、ね、色できてさ、で、結構、まあ、優秀なやつが集まってさ、で、俺がレクチャーしたんだ、一番初めて。勝ち抜き橋のとこで。そっから、まあ、いろんなこと始まってさ、まあ、ちょっと、俺の射程がなくなっちゃったんだけど、まあ、いろいろね、可愛がったやつがいっぱいいるんですよ。だから、そういうのもさ、まあ、旧来型であれば、そこで、まあ、ある種利権になるんだよな。俺が、ヒエラルキーのトップにいいんだから。俺全部、土田でもさ、探すの、全部 P2P だもんな。一対一の関係全部作ってきた。それは藤原くんだろうと、誰だろうと、全部話だもんな。だから、多分ね、まあ、組織っていうのが、俺にとってね、まあ、海ちゃんも、今大変だろうけどさ、組織からどうかわしてさ、でもなおかつやっぱり組織と付き合うっていうさ、それはね、やっぱ振り子にならなきゃいけない。だから、組織に対しては個人。個人に対しては組織のね、側から見てあげなきゃいけない。ね、どっちかに行っちゃいけないんだよ。だから多分ね、女子高生のいろいろ話を聞いてね。まあ、みんなしっかりしてんだよ、俺のことね。やっぱり社会性持ってるわけだよ。とか全体性持ってるのな。で、自分も持ってんだよ。だから昔は全体性を犠牲にして自分のね、がを主張したりさ、個人であろうとしたりね、したわけだけど、そういうんじゃないんだよな。両方持ってんだよ。だからそういう人に、やっぱりね、世代に見ならないと、若い人に学ぶこと多いですよ。ちょっと質問いいですか？はい、いいですよ。その、振り子で、まあ、アルトマンだったり、ブラフマンがあるとして、その世代で、今の、まあ、女子高生は、そのブラフマンをもしかしたら内包してるかもしれないってなった時に、まあ、おじさんとか、自分の中でブラフマン。内包してんだよ。あ、っていう話だとは思うんですけど、うん、なかなか感じられないんですよね、自分の中に。ブラフマン。それはお前なんかごまかしてんだよ。どうやったら感じられるのかな、内包してるとして。いや、だからそれはさ、俺はずっと若い人だけはもうね、何があっても俺支持してきたわけ、ずっと。どんな、ひどいことをしても、それは絶対、なんかあるっていうふうにやったわけね。っていうのはさ、彼らはさ、今の社会を生きてないんだよ。自分が大人になる未来、それをイメージしてるわけで。ね。だから、来たのは、今のことを考えてるから悩んでんだよ、いろいろ。未来を生きてる自分を感じればいいんだよ。ね、そしたら未来は全然何もないんだから、束縛も自由なんだから、
自分のありたい未来を考えればいいわけで。で、その未来と今現実を行ったり来たりして、で、未来に合わせていけばいいわけで。だから、自分とかさ、現在とかさ、そういうものに、こだわりすぎるとさ、固くなっちゃって動けなくなるんだよ。離婚なんないんだよ。そこが重心だって重りだって沈んでっちゃうんだよ。だから自分とも現実、全く関係ない未来を想定して、そこに生きる自分を想定して、そこからも自分を見る。で、今の自分からそこを見る。で、それがあれば、じゃあどうすればそっち側に行けるかっていうのを考えるじゃない。どう自分を変えればそっち側に行けるかって考えるじゃない。そういう多分運動だと思うよ。まあ、いずれにしても73だからさ、まあ、あと頑張ったって7年だよ。80ったらお前もう頭溶けてるよ。もうさ、もうすでにいろんなことを忘れてきてるし、もうたまんないよ。だからね、まあちょうどね、さっきも、取材に行ったんだけどさ、実は50いくつ ?57 ですよ。57だろ?もうすぐ60なんだよ。で、僕はだから、50歳で一回生前葬やったんだけどさ、まあ、起承転結なわけよな。10代が喜納、20代が生ね、30代が天で、40代が結と。で、これで人生一歳ぐらいだったんだよ、昔はな。で、0から10年、10歳までは4年期な、準備期だよな。で、人生も100年時代だから、初め分かんなかったんだよ。で、まあ、50代って分かんないまま動いてたわけな。でも、よく考えると、これもう一回、0歳代なんだよ。二度目の。で、60代が10代なんだよ。で、70代は20代なんだよ。変な、小なんだよな。だから60代でいろいろなことやるんだよ。10代みたく。ね。で、70代になると、まあ、それを踏まえて、もうちょっと整理するんだよな。でさ、俺72になった時に、あ、自分が22の時に何したかなと思ったわけだよ。そしたらロッキング創刊の準備やってたんだよ。あ、俺もう一回ロッキング創刊しなきゃいけないんだと。ね、それで今だから一生懸命新しいメディア作りを始めてるわけだよ。で、それ同じことやるんじゃないよ。この二度目のロッキング創刊するんだよ。ね、ポンプを創刊するんだよ。それを今70代のね、第2の20代のテーマにして。楽しいよ、そうすると。というような感じで、なんか俺の喋りになっちゃったけど。まあね。次は、三国行ってんの?たまには行きます。あ、そう。うん。今度一緒に行こう。ああ、ありがとうございます。ぜひ。カニうまいんだ、カニが。冬に来てください。冬寒いけどね。いや、吉川さんあれですね。じゃあ、吉川さん100歳頃の社会をもう見切って。あのね、100歳頃の、今年の4月にさ、またひらめちゃったんだけどさ、今年の1年はさ、4月から来年の4月までね。で、これからの3年の核になる。で、これからの3年は、これからの100年の土台になる。これからの100年が人類にとってものすごく大きなターニングポイントになる。いいか悪いか分かんないけどね。というふうにこうひらめたわけで。今年1年は核を作るっていうさ、100年のね。で、もちろん100年これ生きてない、誰も生きてないね、100年な。で、これから3年で土台を作るというね、一応趣旨で今動いてんだよ。今年1年でね、いくつか核作るからね、面白いぞ。
まあ、じゃあ一応そういう感じでいいっすかな。梅ちゃん。はい。先生、沖縄行くからね、梅ちゃんね。あ、はいはい。うん。頼みます。お待ちしてます。はいはい。じゃあ、昨日からさ、はい。これはちょっと後藤健一が来てさ、はい。まあ、結構大変なんだけどさ、はい。見ましたね。一回ちょっとね、帯広でさ、未来フェスやりたいっていう話をしてんだよ。はい。はいはい、ぜひ。うん。またやるとき協力して。あ、もちろんです。うん。まあ、あいつと一緒に始めた未来フェスなんでね。はい。うん。後藤さんの代わりは僕ですよ。帯広遠いね、高いんだよね。飛行機で1時間半ですね。でも、高いんだよ。で、帯広もう何十回行ってるの、もう10回ぐらい行ってるからね。うん。いいとこだよ、帯広は。飯うまいし。じゃあ、そのうちみんなで行きましょう。はい。じゃあ、すいません。今日はこんな感じで、知らない人同士でしたけど、楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございましできた。たわ。ありがとうお疲れ様でした。ございます。ありがとうございました。はい。はい、じめさん、お疲れ様。じゃあ、またね。ありがとうございます。はい。はい。